銀座に初めてできたデパート松坂屋銀座店が再開発のため今日で88年の歴史に幕を下ろします。松坂屋銀座店の最終日です。別れを惜しむ人が開店前からたくさん並んでいます。最終日の今日はいつもより15分早く開店しました。松坂屋銀座店は関東大震災の翌年の1924年に開業した銀座で一番歴史のあるデパートです。ここ数年ユニクロをはじめとするファストファッションの進出などで売り上げが減少傾向でした。寂しいですよね。まあ、時代の流れでね、しょうがないんですね。ここで働いてたんで上から下までぐるぐる見て。跡地は再開発され2017年度には多目的ホールや事務所なども入る地上13階1下6階の複合商業施設として生まれ変わります。